皆さんこんにちは。ベクタージャパン株式会社の菅井です。本日は Canopy V s i g n a l i z e r を用いたデータマイニング機能についてのご紹介をしたいと思います。今回はデータマイニングの全体像、設定から実行までの一連の流れについてデモを用いてご紹介いたします。データマイニング機能としては関数やスクリプトを用いてさらに複雑な条件でのデータ抽出、 その処理を自動化したり抽出されたデータを PDF の形式で保存したりするレポーティング機能もございます。こちらについては別途別の動画でご紹介できればと思います。本日のアジェンダです。ご紹介した通りデータマイニングについての概要説明をまず行いまして、設定の流れについて1枚のスライドで簡単に説明した後に実際に V シグナライザーを用いてデータマイニングを行って、全体像をつかんでいただきたいと思います。まず、データ解析に関して、現在の開発者が直面する課題について整理したいと思います。車に搭載されるデータ量というのは、年々増加傾向にあります。これらのデータをいかに効率よく抽出して解析していくかが課題となっています。 記録されるデータの種類としては以下のものが挙げられると思います。例えば、開発段階であれば ECU からの生データを CCP や XCP で取得したり、市場投入後の車両診断においては UDS などの診断プロトコルをベースにデータを取得する必要があります。また ECU 間の通信データとして、 キャンやリンなどのクラシックなバスデータとともに GPS の情報もデータとして記録されることが普通です ADAS 開発においてはレーダーやライダーソナーなどのセンサーデータとともに音声やカメラなどの膨大な情報も日々蓄積されてきますさらにはエンジンやモーターなどの温度や圧力電圧など のアナログ計測もデータとしてて時にに必要になってきますこれらのデータは世界中に配置された車両から日々データサーバーに集約され開発者はリアルタイムにデータを解析し問題や課題の抽出を行う必要があります。 こうした背景の中で膨大なデータを効率的に抽出するためのツールとしてデータマイニングがあります。通常のデータ解析においては記録されたデータからイベント抽出をすると同時に解析に不要なデータを除外する作業がどうしても必要になってきます。こういった作業を手動で行うことはデータ量が膨大であることから現実的ではありません。 よくわらの中から1本の針を探す例えが用いられますがこれを自動的に行うことがデータマイニングということを言えます。CanopyVSignalizer のデータマイニング機能では膨大なファイルを自動で解析し特定のイベントを抽出ヒットデータを生成することができます。このヒットデータにはそのままシームレスにアクセスできて 解析やグラフででの確認作業を行うことができます結果については CSV 形式であったり PDF であったりのレポーティング形式で他者と共有することができますまたビルトインされている解析に使える関数以外にも C 言語や m a t l a b で生成したモデルを適用させることができますこれによりより複雑な解析を V シグナライザーを用いて行うことができます弊社のツールラインナップの中では先ほど申し上げましたキャナピーと V シグナライザーでデータマイニング機能をお使いいただきますキャナピーは計測キャリブレーションの統合ツールで診断やフラッシングなどの機能も有しております そのサブセットとして VSIGNALIZER がありましてこちらはキャナピーからオフラインの解析機能だけを抽出したツールとなります。どちらのツールでもフル機能のデータマイニングを行うことができます。また VMDM というデータ管理および解析ソリューションツールを使えばキャナピーや VSIGNALIZER で設定したデータマイニング機能をサーバー上で実行させることができます。 VMDM 自体はデータの保存・管理・解析を行うサーバーあるいはクラウドベースのバックエンドになりまして世界中から計測データ・解析データにアクセスすることができますこういったツールを利用することによってより効率的にデータ解析を行う環境をベクターは提供しておりますでは実際にデータマイニングは どうやって行っていくのかにつきましてここから簡単なワークフローでご説明いたしますデータマイニングのワークフローですが簡単な解析であればスクリプトや関数を記述することなく非常にシンプルに実行することができます大枠のステップとしてはマイニングしたいデータファイルを開き抽出したいシグナルを選択して検索条件決定後にマイニング開始ボタンを押すことで 全体ファイルを検索してヒット条件が一覧で表示されます。このそれぞれのヒットに対してクリックすることでグラフ表示を関連するシグナルと合わせて行うことができます。ではこの流れを実際に v シグナライザーを用いて行ってみましょう。こちらが v シグナライザーの初期画面になります。今回ご用意したデータとしては MDF ファイル になりますこちらですね。今回は6種類の MDF ファイルをご用意し、こちらのデータに対してマイニングを行いたいと思います。まずファイルを開きます。適当にグラフ表示したいシグナルを選択し、例えばこちらではエンジン RPM の表示ですね。と同時にそれ以外の例えばデータを ま複数を選んで閉じます。例えばこういったグラフの中で、えー、ECU で生成されたエラー信号ですね。こちらの条件を例えば、えー、マイニングしたいという場合にデータマイニングの機能が使うことができます。データマイニングは、えっ、ー、と、ツール解析のこちらですね、データ解析エディターの画面で一気に行うことができます。 初期の状態ですと何も表示されてませんけども、ここで選択したい、解析したいデータを選びます。今回ご用意したデータはこちらに入ってますので、このフォルダを選択し、拡張子としては今回 MDF の4ですね、を選択し、アスタリスクでワイルドカードで全てのファイルを検索するという条件になります。 でファイルを選んだら今度はどういった方法メソッドでマイニングを行うかということを決定していきますご説明した通り右クリックしますとこちらにメソッドとして何を選択するかが選べます方法としては4種類多く大きく分けるとありまして関数、まあ、自分で作ったりキャナピーが用意する関数を 適用させることでその関数に合致した条件でマイニングを行ったりあるいは外部のモデリング MATLAB やシムリンクで作ったモデリングを適用したりすることもできますしまた独自にスクリプトを構成してそのスクリプトの条件で抽出することもできます一番簡単な方法はこの三述演算という方法でして こちらでシグナルを選択してある論理演算によって適合したものを抽出するそういった方法になります今回はシンプルに行うためにこちらの算術演算の方法を使いたいと思いますまず行うことはシグナルどのシグナルを抽出し選択するかというところで今開いてますファイルですねを選ぶことでその中に 格納されてているシグナルが,候補が出てきます例えば今回であれば先ほどのエラー信号が立ったところの条件を抽出したいというのであればエラーの信号を抽出して提供させることでここに選ばれた信号ができます。こちらが例えば1になったときですね。にえー データを抽出する場合はこのような設定で簡単に行います。公文チェックというのはここで行います。でもこれだけで、あとはこの雷ボタンを押すことでデータマイニングが解析されます。で、解析した結果というのはここに保存されます。今回であればヒットは7件、検索されたファイルは6件、ここですね、ファイルはこの6件すべてを 検索しヒット条件にマッチしたものは7件ありましたと細かく見るとヒットのところでそれぞれのファイルですねの中で、えー、このファイルの中であれば21秒のところに1件それから1分のところに1件というような結果が表示されていますで細かい 状態を見るためにはグラフの方に戻っていただいて同じようにここに解析結果が表示されてますので解析結果でアクセスしていくという流れになります例えばヒット3であれば自動的にですねそのヒット3を検索するしたところのファイルがグラフに表示されるとで今回であればここですねここがヒット条件ですよということが分かります ヒット5であればまた別のファイルがこのように検出されてヒット6はおそらくこの辺この辺ですかねですねこの辺で表示されるということで今回検索したマイニング結果というのが簡単にグラフの中で表示されて解析を行うことができるということになります。 先ほど申し上げた複雑な解析を行うためには関数エディター等で関数を作っていく必要がありますしスクリプトを構成することで例えば自動的に V シグナライザーやキャナピーを起動させると同時に解析をしたりボタンによって解析をさせるということも可能になってきます。 こういった動作につきましても、後ほど別の動画,動画にてご説明できればと思っています。今回は簡単な、えー、最もシンプルな方法でのマイニングのご紹介になります。以上が CanopyVSignalizer を用いたデータマイニング機能の簡単なご紹介になります。 より詳しいご説明、ご質問等ございましたら、弊社営業までお問い合わせください。ご視聴ありがとうございました。